ルース・エドガーは2019年のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はジュリアス・ソーナー。出演はケルビン・ハリソン・ジュニア、オクタビア・スペンサー、ナオミ・ワッツ、ティム・ロスなど。過激思想に染まるなど意外な横顔を隠し持つと、疑われた優等生の少年の姿を通して、米国の理想と現実を描いた社会派サスペンスである。原作は JCB の擬曲、ルーチェ。 エドガー夫妻は、紛争が続くエリトリアから子供を一人養子にとった。それから10年後、ルース・エドガーは、学業とスポーツの両面で優れた成績を収める高校生へと成長した。ルースはその人柄の良さもあって、近所の人たちから愛されていた。ルースが通う高校で教鞭を取るハリエットは、ルースの活躍によって、アフリカ系の同級生たちは、 良い刺激を受けることだろうと確信していた。そんなある日、ハリエットが宿題を採点していると、ルースの出してきたレポートに、フランツ・ファノンにまつわる、求心的な思想が見え隠れしていることに気がついた。ハリエットは、青年にはよくあることだと思ったが、どうにも不安になったため、ルースのロッカーをチェックすることにした。最悪なことに、ハリエットの嫌な予感は的中してしまったのである。 2017年11月9日、ナオミ・ワッツ、オクタビア・スペンサー、ケルビン・ハリソン・ジュニア、ティム・ロスが、ジュリアス・オナー監督の新作映画に出演するとの報道があった。12月12日、ブライアン・ブラッドリーがキャスト入りした。2019年1月27日、本作はサンダンス映画祭でプレミア上映された。30日、ネオン・トトピック・スタジオズが、 本作の全米配給券を獲得したと報じられた。6月4日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。2019年8月2日、本作は全米五感で限定公開され、公開初週末に13万2987ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場20位となった。当初、本作は2020年5月15日に、 日本で公開される予定だったが、新型コロナウイルスの流行が拡大していることを受けて、8日、配給元の東京テアトルとキノフィルムズは、本作の公開延期を発表した。本作は批評家から絶賛されている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには162件のレビューがあり、批評家支持率は90%、平均点は10点満点で7.7点となっている。 サイト側による批評家の見解の要約は、ルース・エドガーは複雑かつ見事なストーリーを展開するために一流の俳優たちを揃えている。同作は観客の思考を喚起するようなやり方でタイムリーなテーマを扱っている。となっている。また、メトクリティックには31件のレビューがあり、過重平均値は72、100となっている。ありがとうございます。